食事、焼肉。初対面の2人が焼肉を楽しみながらレアなトークをお届け。今回レアトークをするのは全く異なる人生のこのお二人。街中で言っちゃってたんですよ。横並びで進むイメージ。いや、あんたに言われたくないよって言われることってないですよ。チームは生き物だと。うん、レア焼きトークバラエティ、初回はお肉で。だからやっぱ次のステージは僕は監督やりたいと思ってる。あの選手の時の興奮を監督でまた味わいたいっていう、うん、いくらでもいたいっていう気持ちと、卒業して外から見てみたいって気持ちがなんか同じぐらいになった。サッカーの話したりとか、めちゃくちゃ面白いじゃん。行きますね、なんか違うの頼んで。お肉行きますか。やっぱりこれじゃないですか、タン塩。最初行きたいです、タン大好きです、ね、いいですか。すいません、タン塩もらっていいですか。はい、はい、かしこまりました。それではタン塩をご注文された方のトークテーマは、キャプテンとして気をつけていたことは何ですか。あ、それでは引き続きトークしながらお楽しみください。はい、ありがとうございます。面白い。これどうですか、キャプテン。な、何年やったんですか。3年半やりました。3年半。うん、そのキャプテンってさ、どういう風に決めるんですか。なんか突然言われるんですよ。え、なんか前キャプテン、私2代目キャプテンだったんですけど、はいはい、こう突然あのご飯会で結構重めの空気だったんで、何を話されるんだってすごいビクビクしてたら、なんかあの次のキャプテンやってほしいっていう風に言われて。え、いきなり。いきなりでした。みんなの前ですか。いや、1人で。あの、呼ばれたんですか。事務所の方と私、メンバーは1人で、うん、でやってほしいっていうことを言われて、でもなんかそのキャプテンを任されるってすごいありがたいことじゃないですか。いろんなことを見てくれて、もちろんもちろん任されてるんだと思って、はいってそこで言ったんで始まって、でもちょっとその体育会系な感じでこうぐいぐい引っ張っていくのがあまり向いてないタイプなんですよ。なんで最初はすごく苦戦しながらやってました、私は。え、最初言われた時は分かりましたって素直に言ったんですか。なんか言っちゃったんですよね。もうちょっと考えればいいのに、すぐ分かりましたやりますって言っちゃって。じゃあ自分の中で戸惑いもなくて、私にはできるみたいな感じがあったんですか。なんかその、うん、確信、こうか、そうなんだ。キャプテンとしてあのこれだっていうものが見つかるまでは絶対やめないって決めて、なるほど、入っていました。じゃあ事務所の方から言われても、うん、メンバーからも、もうキャプテンは秋元さんしかいないって思われてたんですか。うん、どうなんですかね。いや、でも他にも多分候補全然いたと思うんですけど、うんうんうん、タイミング的に私に回ってきて、うん、そんな任されるのラッキーだからやってみるかっていう。へー、すごいな。で、どうですか、その実際キャプテンやってみて、うんうん、自分の中で気をつけてたことって どういうことですか。気をつけてたことは、その先頭に立ってこっちだよってこうなんか旗振る感じのイメージは苦手だったんで、はいはいはい、どうしようって考えた時に、こう一人ずつとなんか寄り添って話し合って横並びで進むイメージの、ああ同じ目線で合わせて、はい、うん、なるほど、のキャプテンを目指して、できるだけその現場にはマイナスな気持ちは絶対に家に置いていくっていうのを決めて、はい、毎日仕事行ってました。トラブルみたいなのはなかったですか。そのなんか、うん、1個トラブルがあったら、うん、秋元さんがこうみんな集めて話したりとかして、うん、こうしなきゃいけないみたいなとかやったりするんですよ。あ、やってました。でも最初はそういうのも言い慣れてないんで、うん、言うたびになんか泣きながら言っちゃってたんですよ。あ、そう。はい、でもう弱々しい感じのキャプテンで、うんうん、後輩たちも心配してみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、本当に私の表情一つで後輩たちがその日のテンション変わるっていうことに途中で気づいて、そうですね、できるだけ明るく前向きに、うん、なんかちょっとおちゃらけてようかなっていう空気を出してます。このアイドルの方たちって、うん、そのなんか僕らは選手の時って大体チーム目標みたいなの一緒なわけですよ。あ、だから全員同じ方向を向いて頑張ってるけど、うん、勝ちアイドル、そう、勝つ、優勝する、うん、タイトルだとか、うんうん、それに向かってちょっとでもずれてたらキャプテンがこう正したりとかするんで、うんうん、はい、ある程度の方向性は決まってるんですけど、うん、その中でキャプテンやるサッカーの仕事とは真逆で、うんうん、アイドルの方たちがメンバーがどういう方向性を向いてるのかっていうのをちょっといまいち分かってなくて、あ、だからそれを束ねるキャプテンってめちゃくちゃ大変だなって思ってるんですけど。確かに、うん、結構アイドルは見てる方向が違うなって思うんで、うん、そうですよね。これいいですか、焼きながらやっちゃって。はい、
でまた全然違いますよね、スポーツでキャプテンをやるって、うん、全然違うと思います。僕はね、あのチームでもやりましたし、はい、あの日本代表でもキャプテンやらせてもらったので、うんうん、やっぱりこういろんな環境でいろんな場所でやれたのはすごく勉強になりましたよ、うん。だチームだと、はい、まあ、今までこう活動してるメンバーじゃないですか、うん、はいはい、得意不得意とか性格とか分かるじゃないですか、はい、でも日本代表ってなるといろんなとこから集まってきて、そうです、また違うじゃないですか、はいはい、その大変さってどうやってたんですか？日本代表のゲームキャプテンとかそういうのやらせてもらってる中で、まあ、正直日本代表のキャプテンの方がまだ、楽です。なぜならその目の前の相手に勝つとか、うん、ワールドカップに出るとか、はい、ワールドカップで優勝するとかっていう明確な目標がちゃんと設定されてるからです。あー、チームの目標ってなると個人の目標も入ってくるんで、あ、そっか、全然変わるんですよ。もちろんチームの目標は優勝するとかタイトル取るって、うん、そのために一生懸命やってるんですけども、うん、多分個人個人で例えばこの試合で活躍して海外移籍したいですとか、うん、俺は絶対日本代表になるんだとかって思ってる、チームの目標とは別で個人の目標も設定してる選手って数多くいるんで、そっか、チームプレーよりも自分のプレーを優先して考えるやつが出てくるんで、はい、結構難しいんですよ、所属チームの方が。そっか、はい、なるほど。でもその面はもしかしたらアイドルとちょっと似てるかもしれない。あ、本当ですか？一人一人の個人目標で、うん、はい、そんな目標設定してるのみたいな人いるんですか？でも乃木坂の子って結構こう、うん、内なる闘志が強くて、うん、あんまりこう外には、うん、外にはというかメンバーにも言ったりあんまりしない子が多いんですよ。なんで、まあ、女優さん頑張ってるからもしかしたらこっからアイドルを卒業したら女優さんメインで活動するのかなっていうのがぼんやり分かったりとか、はいはいはい、また歌が得意だから、きっとこうミュージカルとかたくさん出ていくのかなとか、はいはいはい、そういう感じですかね。やっぱり個人個人よって歌が得意だとか、うん、演技が得意だとかってもうみんなバラバラですか？うん、バラバラです。秋元さん何が得意なんですか？私はあの好きなのはバラエティでした。見るのも好きで。あ、そうなんだ、うん、なんかすごいびっくりした。秋元さんってすごい清楚でリーダーでって感じだったから、うん、なんかバラエティ向き、バラエティとは真逆かと思ってた。あ、本当ですか、うん、なんか芸人さんと話したりとかするのもすごい好きで、うんうん、なんかいつかそういうバラエティいっぱい出る人になりたいなっていう、うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあメンバーの時から、うん、じゃあ私は卒業したバラエティの道に進むんだって思ってたんですか？思いながらちょっとやってましたね。結構そうなんだ。女優さんとか舞台でやってる子とか、うん、モデルさんとかも多かったんですけど、うん、私の仕事の割合的には、うん、バラエティ番組が多かったんで。なるほど。でちょっとでもこう秋元真夏っていうのを知ってもらうために頑張ろうみたいな。素晴らしい。演技の道に進もうとは思ってないんですか？思ってなかったんですか？当時は、うん、ありがとうございます、はい、あんまり思ってなくて、うん、でもこう卒業してからそういうお話もいただくことがちょっとあったんで、うんうんうん、あんまりこう自分でこう蓋をせずに挑戦できるものはしていこうっていう気持ちになってます、うんうん、じゃあ結構演技はやってきたんですか？いや全然あのグループ内のなんかメンバーと一緒にやるドラマとか、うん、はいはいはい、そういうのですね。今までは大変ですよね。でもどこで自分が評価を得るじゃないけど花開くか分かんないし、うんうん、日本代表じゃない、うん、こう普段のチームでキャプテンやられてた時に、うんうん、まあ、方向性違うって言ってたじゃないですか、はいはいはい、それをこう一つにまとめるのってどうしてたんですか？なんだろうな、その選手でやっぱりまとめるって、うん、僕は結構名言のようによく言ってるのが、うん、チームは生き物だと、うん、もうチームってもう1日でもうガラッと空気も変わるし、うん、もちろん選手の目つきも変わるし、はい、チームのなんて、まあ、もう雰囲気ですよね。そういうのもガラッと変わるから、うん、もうチームは生き物だと。だからリーダーだったりキャプテンっていうのは全員をちゃんと観察しないといけないっていうのはもう僕の尊敬する先輩たちからはずっと言われてきてて、そうなんだ。だからずっとこう誰がどういうふうに思ってるだとか、誰がどういうふうな目標設定して望んでるかとかみたいなのをすごい張ってたんですけど、うん、だからそのトラブルがあった時に、うん、大きな問題にならないようにすぐ修正できるように常にアンテナを張ってました。観察することは意識しました、はい、自分がプレイヤーじゃなかったらまだそれ全力でそこできるかもしれないですけど、うん、自分もプレイヤーじゃないですか、はいはい、
それすごい大変じゃないですか、気を使う部分が多くて。でもね、それが大変じゃなかったです。人を見ることがすごい好きだったから。あ、そうなんだ。だから練習に来てどういう風なアプローチの仕方をしてるのかとか、うん、あ、こいつ今日練習着着替えてジム行くの遅いなとか、練習後にすぐ練習場から帰ったなとか、うん、そういうのめっちゃ見てました。治療してるなとか、はい、すごすぎる。それもう理想のキャプテンすぎます、ね、いやだから選手に寄り添って、お前なんかプライベートであったろうとか、うん、あ、お前サッカーに集中できないことなんかあったろうとか、そういう話はしてましたよ。あ、すごい、うん、だから大きな問題になって何とかしようだったらもう遅いんで、はい、その大きな問題になる前に対処するっていうのは、うん、やってました。小さいきっかけから気づいていくみたいな。そうです結構ね、やっぱり観察力はすごい自分の中で研ぎ澄ましてました、うん、でもそれぐらいこう一人ずつ気にしてあげて、うん、でもやっぱりいろんな方がいるから、はい、ありがとうございます、はい、そのアドバイスをあんま聞き入れない方とかもきっといるじゃないですか。はい、いますいます。そういうのってどうしてました？僕は話を聞けないやつはめちゃくちゃいるんで、はい、であと聞いてても、うん、はいはいって言って絶対聞いてないなっていう人がいたら絶対言うのが、うん、はい、僕もそうだったんで、うんうん、人の話全然聞けなかったし、うん、もうってずっとやってたんですけど、うん、でなんかその聞く力を持とうよっていう話をして、うん、ただ言うんじゃなくて自分も聞けなかった人間だから、うん、でも聞けるようになったらこうなるよっていうのをめっちゃ言うんですよ。はい、だから何でも上から言うとかこうしろああしろってじゃなくて自分の経験談をもとに言ってたので、今できない後輩からすると、うん、あ、牧野君もそうだったんだ、できるんだったらこうなるんだみたいなのを知ってもらえるといいし、そうだからその傾聴力って言って聞く力持ちなさいっていう、うん、聞くことでどうしたらいいかっていうのをちゃんと人が言ってることを考え、うん、言ったことを聞く力を持ちなさいっていうのはめちゃめちゃ後輩たちよく言ってるんで。でも説得力ありますね。そこを経て聞けるようになった先輩が大活躍してるってなると、うんうん、じゃあ俺もずっとこのままじゃないんだとか、うんうん、そこが変わったら成功するんだっていうふうに思いますもん、うん、いや、そういう意味では自分の中でいろんな経験してきたから、うんうん、いや、あんたに言われたくないよって言われることってないですよ。あー、そっか、うん、日本代表になるまで挫折だってしたし、はい、いっぱいミスしたし、いっぱい怒られてきたし、うん、なんなら試合も出れない時期もあったし、海外行って失敗というか出れなくて、うん、日本にも戻ってきたし、うん、だから人よりかはいろんな経験をしてるんで、その立場の人たちのことは考えてものは言えると思ってるんで。すごい、うん、キャプテン適任ですね、その経験の多さも。いや、どうなんですかね、やっぱり 言われることは理解できても、うん、その人が経験してないとスッと受け入れづらかったりするじゃないですか。そうだから、あんたに言われたくないし、うんうん、あんたには分かんないよって言われないようにというか、僕もそっち側の経験をしたことがあるからこそ言えることってたくさんあるんですよね、はい、絶対監督されたら、うん、その素敵な監督だと思います。そんなもう絶対どうなんすかね、うん、まあそうやって響いて、ね、くれればいいですよね、うんうん、いや絶対響くと。萩本さんもさ、はい、その自分が注意したとかさ、うん、いろんな意見言ったメンバーに従わない人がいたらどうするんですか、うんうん、いたら今まではこう何人かまとめてこうバッて伝えることが多かったんですけど、やっぱり一人一人こう響くところが違うと思うので、あ、はいはい、なんかなんで響かないのかっていうのを自分で考えて、うん、こういろんな方向を試すというか、なんか武器10個ぐらい持ってって、うん、1ダメだったら2いって、2ダメだったら3いってみたいなのをひたすらやってました、うん、どこが刺さるかなっていう。それでなんか喧嘩とかもするんですか、うん、喧嘩はないんですけど、うん、なんて言ったろう、みんなこう乃木坂が好きなんで、はい、乃木坂を良くしたいっていう方向性はどう良くしていくかっていうのが、はいはいはい、自分のビジョンが違ったりするっていうのはあったので、うん、キャプテンとしてはそれを一つにまとめなきゃいけないっていうのがあったから、ぶつかるっていうよりは話し合いが多かったですかね。あ、なんか女の子の集団だから、うんうん、僕ら男グループよりかはすごいその集団をまとめるのとかグループってすごい大変だなって思ってるので、俺はだからそれをまとめる力とかまとめ方って全然違うだろうなと思って、うん、確かにそうですね、うん、なんか言い方次第ではこう完全に塞ぎ込んじゃう子とかもいるんで、いや、そうでしょ、うん、
そうなっちゃうと、うん、もうそこから塞ぎ込んだ子を開けるのってすごい難しい。なるほど、うん、っていうのも途中で気づいたりもしたから、できるだけこうもう本当一歩ずつ一歩ずつ優しく歩み寄ってっていうのを、うん、やってたんですか。ひたすらやってましたね。でも実際やってみてどうでした、楽しかったですか、その3年3年半、うん、いや楽しかったです。もう本当なんて言うんだろう、もうメンバー全員40何人いるんですけど、うん、の攻略本作ってる気分です。トリセツ、はい、トリセツ、うん、もう全員に書けるんじゃないかっていうぐらい、この子はこういう時はこうしてあげた方がいいとかいうのが分かるぐらい、うんうんうん、結構密にコミュニケーション取ってきたなっていうのはあります、ね、それって逆にあれですね、キャプテンが秋元さんがメンバーから教えてもらいましたね、いろんなこと、うん、自分が何か伝えて教えてあげるのはもちろんですけど、うん、逆にメンバーからこうやっていろんなものを学びましたね。いや本当に、ね、なんかたくさんそのキャプテンやってからいろんな経験して、いやそうですよね、なんか人格を形成してもらった気分でした。自分の中でもなんか変われたんですか。変われました。お今まで本当ただの目立ちたがりだったんで。おいや秋元さん何、はい、結構前に出たい人なの。昔はそうでした。あ、そうなんすか。はい、昔は本当にただただこうバラエティとか出ても、うん、その流れとか気にせずに発言しちゃいたいぐらいの気分だったんですよ。なんですけど途中でこうサポートする方が向いてるかもしれないってことに気づいて、お父さんとお母さんとかも、はい、キャプテンやるみたいなやってる姿で、うん、なんか変わったねみたいな言われました。そうですね、そんなに人分析する人だったっけってめっちゃ言われました母に。あ、そう、うん、伝えます、どうします。あ、どうぞどうぞ、いい、はい、ありがとうございます。まあでも親からしたらね、自分の娘がそういう風に変われたとか変わってる姿見るとやっぱ嬉しいですよね、うん、そうですね。なんか昔高校生時代に生徒会長やってたんですけど、うん、めちゃくちゃやってんじゃんそういうの。でもその時の生徒会長は完全にその朝礼で、うん、人前に立って目立ちたいが一番だったんですよ。すごい、それでやってたんですか。はい、学校を変えたいとかよりも、うん、ちょっと人に見てほしいが強くて。あ、じゃあ結成のタレントだもう。でもその気持ち持ったままやっぱグループのキャプテンって務まらないじゃないですか、うん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 、すごいなんか独裁者みたいな感じになっちゃうんで、うんうん、っていうので考え方がだんだん変わってきました、ね、じゃあ学校の生徒とか先生は、うん、乃木坂のリーダーやってる時は、うん、その生徒会長やってる姿見てるから、はい、まあだろうなみたいな感じなんですか。かもしれないです。でも、まあ、生徒会長で前立って喋ってるから、うん、まあできるよねみたいな感じですか、うんうん、あ、そうなんだ。多分心のどっかで、うん、いやあの子ただ目立ちたいだけじゃない、大丈夫って多分、うん、学校の先生とか思ってそうだなって思いました。そうなんだ。そんな感じあるんですね。そうなんだ。そうですよね、超ブーイングされたし、あ、1年ぐらいは私が出てるテレビも見てくれないし、そういうアンチの声とかアンチの人たちがいることの方が励みになるし頑張れるのよ。へえ、すごい、うん、根拠のない自信みたいなのを持つことを私の武器としてます。はあ、なるほどね。